今ここでもう一つの金塊争奪戦が始まろうとしている。杉本こっちだ。私たちも一枚かませてもらうかなあ、恋と勝因。恋と勝因、どうした恋と勝因。恋、何を言ってるんだ月島君。スドラーズドビッチェリシャブ。私、菊池嘘つかないと申します。よろしくお願いします。逆再生チタタップクイズ。こっちに来ない。どうかどうか、ぶっ殺してやるよ。検索に長机挟んで話すとこないよ。まずは、お、さあ来ました、谷崎さんでございますね。それ月島行きましょう。じゃあそれで言ったら、これ多分ボコした俺の親父じゃない。お、さあこれは二平さん分かったのか、お願いします。ちょっと待ってくれ。急に二階堂の部屋に出てきた、急に現れた、誰か分からないおじさんちゃん。じゃあちょっとやっていきましょう。最初のお題参りましょう。こちらです。こういったお題、食べるならどっち、おそば味のカレー、カレー味のおそばという決めた方に飛んでください。せーの。さあ、おっと3対5になりました。そのまま綱引きスタート。行きましょう、せーの。さあ、私が選ぶことだ。あれは愛であり、愛は彼なのだ。私はこの戦いは参加することはできない。鶴見注意なしで綱引きスタート。面白いのどっち、杉本だと思う方は向こうに飛んでください。なるほど、はい、そして、鶴見だと思う方はこちら側に飛んでください。はい、はい、それでは参りましょう。せーの。おお、さあスタート。さあ、ライブも打ち上げがありますけど、どうします。行きます、帰りますというね。はい、今テック飛んだから、これ。はい、まあ、時間も時間だし、帰りますの方は向こうに飛んでください。あ、行きますよの方はこちら側に飛んでください。どうなるのか決めましたか？よろしいですか？参りましょう。せーの。おい、待てよ、待てよ、待てよ、おい。一番リアルな別れ方したな。してくれよ。理由が。そうですね。帰りますの人ちょっと聞きましょう。いや、一人ずつちょっと。いや、そう、誰も。あ、シエマから。どう。普段あんま喋れる人いないから。途中で飛ばしてしまったコーナーとかもね、本当だった。いや、本当やりたかったんだよ。やりたかったんだよ。ほぼ尾形のせいだ。いや、そうだね、確かに。チタタップのやつ、相当、ちょっともう本当に答える流れだった。分かるの、後半はもう結構本当に、あ、もういいよって言うけど。みんなが切り替えた時に、それがお前ら吉本のやり方だよ。、ね、はい、あ、いい。うわ、すごい撮ってくれてありがとうございます。